吉原中央駅は、静岡県富士市にある富士急静岡バスのバスターミナル、である。バス方向幕では、駅までが表示される。急所は、吉原市駅。吉原中央駅地図富士市吉原地区の中心街の、ほぼ中央部に位置する。吉原商店街を挟んで、反対側に、学南電車学南線の吉原本町駅がある。1955年に、 静岡県立吉原高等学校の移転に伴う区画整理により、高校跡地の一部がバスターミナルとして整備された。1966年11月の吉原市、富士市、高岡町合併による新、富士市発足に伴い、吉原市駅から吉原中央駅に変更。今でも、旧吉原市民は、吉原市駅や市駅と呼ぶことがある。2015年4月に、 駅舎の経年劣化に伴う解体改修工事がなされ、同年8月に竣工した。窓口は、アピタ富士吉原店に移管された。吉原市駅の時代から名称に駅が付いている理由は、国鉄富士駅からの鉄道の連絡ギップを取り扱っていたことによる。1番線、2番線、3番線、4番乗りは、広報富士平成20年富士市写真館。 2015年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月25日閲覧ありがとうございます。